香港で3年前、民主的な選挙の実現をもとって抗議活動を主導した当時の学生団体の村が、中国や香港政府が民主化運動へ締め付けを強めているとして大規模なデモを呼びかけ、市民およそ2000人が抗議の声を上げました。香港では3年前、プの行政長官選挙をめぐって、中国に敵な候補を事実上排除する中国の決定。反発した学生や市民が、2ヶ月余りにわたって中心部を占拠して民主的な選挙のみを求め、雨傘運動と呼ばれました。火は、当時の学生団体の幹部だった。これほこさき氏と羅漢無理里氏が、中国や香港政府が、主化運動への締め付けを強めているとし、デモを呼びかけ、香港中心部の公園には、催者の発表でおよそ2000人の市民が、参りました。孔子らは違法な集会に、加えた罪などで実刑判決を受け収監され、死が、今年10月、最高裁判所にある、新法院への上告が認められ保釈され、した。デモの前、孔子は報道陣に対、力を受けたり、収監されたりしても、たは決して後悔しないし、戦い続ける、と、出ました。参加した人たちは、なお反と共に歩む、とか、真に民主的、選挙を実現しろ、とどしくれ飛行を挙げながら観戦、日曜でも行進しまし。参加した40代の女性は、私たちには、たちのような勇敢さや能力はありません。デモに参加して彼らへの支持と感謝、持ちを示したいと思いますと話して、